皆さんこんにちは。それではこれから、スーパー合格講座、権利関係 A の1回目の復習動画を始めます。担当アレクセン2講師小山です。よろしくお願いします。今日から権利関係っていうことになりますが、はっきり言いまして、権利関係は弁護士の人が問題作ったりしたりして難しいんですね。ですから、はっきり言って守りの分野という感じで勉強していってください。でこの A の1回目ではですね、まずこの幸せになるためのポイントの1つ目、これがですね、詐欺に関することなんですね。やはり不動産の取引でも詐欺関係が多いためにですね、宅建の試験でもよく出るってことになります。で、詐欺は基本は騙された人は取り消すことができるっていうのが基本です。ただもうこれは基本すぎて試験に直接問われないと。で、詐欺の場合、まずここで今回押さえてほしいポイントの一つ目は、その取り消し前の第三者っていう問題ですね。このことが過去の宅建の試験でよく出てて、しかも、今日じゃないんですが、その後物件変動で取り消し後の第三者っていうのも勉強するんですね。で、取り消し前か取り消し後か混乱してる人多いという面もあって、よく試験に出て、やはりここはしっかり押さえなければならないポイントの一つになります。で、この詐欺の取り消し前の第三者、試験は大体善意の第三者で行くんですね。善意ってことは、この詐欺があったってことを知らないっていう人ですね。その善意の第三者は落ち度がない、それに対して騙された人は騙されたって落ち度がありますから、で騙された後にですね、善意の第三者現れた、そうすると、騙された人は善意の第三者には勝てないってことですね。こういうのを条文上の表現、試験の表現では対抗できないと、こういう表現できますから、ちょっと日常語では使えませんが、この表現に慣れてください。対抗できないということですね。騙された人は善意の第三者には対抗できない、これがポイントの一つ目です。それから幸せになるためのポイントの2つ目、これが今度脅迫ですよね。脅迫、脅すってことですね。やはり、不動産関係も暴力団関係の人が、現れて、ちょっと脅迫っていうケースも出てくるんですね。そうすると脅迫の基本はやはり脅された人は取り消すことができるということになります、ね、ただこれは基本的すぎて試験来ないと。で、脅迫の場合もやはりこの取り消し前の第三者のことはよく出してくるんですね。で、やはり善意の第三者で来るケースが多いわけです。そうするとこの善意の第三者はもう一回言いますが、脅迫があったことを知らないということですね。ですから、善意の第三者は落ち度のない人、それに対して脅迫を受けてる人も、これある日突然暴力団関係の人が現れて、お前もこの年俺気に入った、売らないと命の保証しないぞみたいな感じで来てますから、脅迫を受けてる人も落ち度がない。そうすると善意の第三者も落ち度がない、脅迫を受けてる人も落ち度がない。落ち度がない者同士の争いですが、でも物は一つしかありませんから、どっちか勝ち負け決めなければならない。そこで民法はこの脅迫を受けてる人は非常にかわいそうな人、ちょっとそういうイメージ持っちゃってください。ですから善意の第三者にも対抗できるってことになります、ね、これをポイントの2つ目として押さえてください。それから幸せになるためのポイントの3つ目、これが、この虚偽表示の問題です。この虚偽表示、日常語で言えば嘘の契約っていう、大雑把に言えばですね、そういう話です。で、まずここの虚偽表示ではですね、当事者間の効力、これがよく試験出るんですが、これ無効になります。いいですか。これは嘘の契約をしているケースですから、売る気もなければ買う気もないって話なんです。ですから、投資者間の効力無効、相手に、不動産の場合所有権の移転登記してても無効になるってこと、それをポイントの3で押さえてください。で、最後幸せになるためのポイントの4番目、これがやはりこの虚偽表示でも善意の第三者絡めてくる問題が出てきます。で、善意の第三者はこの件投与虚偽表示があったこと知らないんですね。嘘の契約があったなんてことを知らない、落ち度がない。それに対して、虚偽表示してる人、嘘の契約をしてる人は嘘の契約をした張本人ですから、この場合は善意の第三者には対抗できないってことになります。ひとまず、今回の権利関係の A の1回目のポイント、この4つ、これよく出る知識のことをちょっと確認してきました。もう基本中の基本です。必ず、ここからまずしっかり押さえてください。ここが分かんない人はその後物件変動でもまた混乱するんですよ、ね、ですからここのところをしっかり押さえるようにしておいてください。
それではこれで、スーパー合格講座、権利関係 A の1回目の、復習動画を終わりにします。どうもお疲れ様でした。